どうも、ピューキングです。今日はこのコースやっていきたいと思います。クリーピークルールクラップ 3C コラボということで、気味の悪い残酷なガラクタということですね。で、このコース、シェイドキティさんが投稿してるんですけど、なんと、だましコース制作者のプロ、20人近くで作ったコースらしいんですよ。その証拠に見てください。この方たち、全員と一緒に作ったみたいです。いや、めちゃめちゃすごくない？だからこのコースはとんでもなくすごいコースだと思うよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.76%。で、申し訳ないんですけど、今日はこのコースだけで終わるかもしんない。いつもね、だましコース終わった後に一発マリオしてると思うんだけど、今日はね、ちょっと時間が足んなくて、このコースだけで終わりたいと思います。さあ下に行ったらダメだと思うよ。明らかに怪しい。あーでも一旦これだけ取っておこうか。ギリギリ一気アップだけ取って。うわっ！あー！開幕テレサー！やっぱダマシコース制作者がさ、20人も集まったら僕がこの一気アップだけを取って逃げるっていうことをお見通しなのかな。ちょっと待って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 。じゃあさ、僕は今1対20で勝負をしてるっていうことにならない？ということですよ。このコースをクリアすると僕は20人もの以上の力があると、そういうことですね。こんな派手なブロック叩くかよ。叩いた方がいいのかい？みんながそう言うんだったら叩いてみるよ。強引かい？早めに行こう。早めのバビロンよ。こんなところで何回も引っかかってしまうほど単細胞な人間じゃないのよ。じゃあ派手なブロックを叩いたらメットが出てきた。このメットを投げてオンオフをしろっていう感じかな。そしてすぐ右に行け。これで進めないよって思ったけど、進めるよって思ったけど、進めないよ。違う違う、いい大人が進めないよとかそんなこと言ってる場合じゃないのよ。じゃあここはどうすればいいの？なんかパワーブロックが出てきたけど、このパワーブロックは持てない。え？あ？このメットを投げてパワーが出てきた。あ、これ開始しろっていうことなんじゃない？あー、なるほどね。さあ先進もうか、マリー。でももう分かったもんね。ここでメット投げます。でメット回収してこの場所から投げればいいんじゃない？いやー、なかなか面白い仕掛けを作ってくれるね。でこれメットかぶっていいと思う？絶対さ、この上隠しブロックがあると思うんだよな。いやでも行っちゃってみるか。やっぱりやるよな。俺を騙そうんだって簡単にはいかねえぞ。そしてこれは上行ってみる。上行ったらさ、砲台がポーンって出てくるようなイカしかしねえんだけど。そろそろ僕ですね、絶叫引退しようかなと思うんですよ。みんな今嘘って思ったでしょ。僕本当に考えてるんだからな。でやっぱりさ、実況者たるものトークで攻めていきたいじゃん。もうリアクションなんかに頼らずにさ。はいはい、認めますよ。僕は絶叫でしか生きられない人間なんだなって、反射的にすぐ大きな声を出してしまうんだなって。このハテナをなんだ、叩いてよくないのは分かってる。だがハテナを叩いた瞬間、僕はドアに入るさ。だっけね。てかさ、20人もの方と一緒にどうやってコースを作ったんだろうな。やっぱり電話とかしながら作ったのかな。まあ、それはそれで面白そうなんだけど、まあ、ここどうするって言った時の返事が20人返ってくるわけでしょ。俺は俺、私は俺、お前ら何言ってるか分かんねえってなるわけじゃん。だからどうやって作ったんかなとすごく気になるところなんですけどね。じゃあ僕もさ、ライブとかで100人来たとするじゃん。で100人と一緒に作った騙しコースって言ったらめちゃめちゃコース映えしそうじゃない？そうやって一回してみようかな。ちょっと飛んでいく。ちょっと待って待って待って、助けて、ペラペラしろ。今なんかおかしくなかったか？なんかね、今マリオがワープしたように見えたんだけど、気のせいかな。まあいいや、ここはジャンプして左に逃げます。そしてもう一回ジャンプ。やっぱなんか起きてるでしょ。まず砲台出します。で左に逃げる。でこの上は隠しブロックはさすがにないよな。でここでくるくるで上に行こうか。右のブロックを壊した。左は左は行けそうにないか。じゃあこのまんまチビになって右の方に行けっちゅうことだね。でこの土管に入れっちゅうことみたいだけど、右の記録を取れっていうことだから、絶対なんかしてくるって。こうしたらさ、上とかはもうオンオフしたくねえ。でもなんかしてくるのを楽しみに待ってる自分が一番キモい。じゃあオンしてみるよ。ちょっとじゃあどうすんだよ。どこに記録が出てくんだよ。記録は、記録はガラガラチャレンジよ。あの超高速オンオフ結構好きかもしんない。じゃあここは一旦左に逃げてみようか。これで行って、ならここはオンオフをした瞬間左まで駆け抜けますよと。そしたらキノコが出てくる。でブロックを壊してこのとこ入れる。そろそろ中間ポイントあってくれてもいいと思うんだよな。まあ、ここまではそこまで難しくなかったけど、あいやいやいくんぱさない。お前何がしてくれた。すげえ楽しみなんだけど。ごめんちっさ、降りていい？お前何もすんだよ。中間ポイントそこにあるんだからさ。
なんだそのやられ方。すいませんね、しょうもないボンミスをしてしまいました。いや、このクッパが何をしてくるかマジで怖いんだよな。一旦右にダッシュしてそのまま下に降りようか。これでどう。なんでだろ、チョンはねえだろ。チョンはさ、もうちょっと迫力のある何かしてくれるけど、音当ててと、もう何を言ってるか分かんねえよ。誰がやりに来てよ僕をさ。誰も来ないの。あ、ミッキーがいる。降りた瞬間右でいいのかい。それであれを回避することができるかい。やった。中間ポイントゲット。そしてここはヒップドロップしろっていう感じかな。で、右に進むと扉があります。このハテナは何なんだい。クパクラだけど特に意味はなし。さあ、どうに入って進もうか。うわ、暗闇じゃねえか。暗闇なかなか好きだよ。このハテナはガロン、これはフィッシュボーン。一緒じゃないか。こっちもフィッシュボーンだよ。じゃあパワーブロークやめろ。やろ、お前来るだろ。こいやー。はちょっと待ってて、ここに閉じ込められたってことは誰も来ないっていうことですかね。右の甲羅がくるくる回ってるけど、あれで何か仕掛けが発動して僕をやらせてくれるみたいな、そんなことはないのかな。いらんて。さあ、中間ポイントを取ってここまで戻ってきたんですけど、次やられたら気をつけようか。さっきの場所、ここはジャンプしたら隠しブロックとかないよな。いや、してみて気持ちもあるけど。ですよね。で、ここよ問題は、次は絶対に引っかからないようにしようか。一旦降りてジャンプすれば大丈夫。え、これおお、さっきなったよな。で、こっから逃げろっていう感じか。あー、なるほどね。ちょっとめんどくせえことさせんな。で、このメント通り過ぎた後に先に進みます。で、ここはもう右に突っ走っちゃおうか。で、あの50コインのところ行くの怖え。また行ってもやられるとか、上にもトゲあるしさ。もうこっから一気にジャンプして行っちゃおうか。ジャーンプ。いや、いいんじゃない。これは合ってんじゃない。で、下に降りていく。このコインはすごく怪しいね、このコイン。じゃあギリギリで取ってみようか。何もならない。なら、ここは右に駆け抜けようか。そしたらテレサーに当たらない。そして次はドスがいるけど、何もするんだ。絶対に何もするんだ。来るのか、来ないのか、来るのか。来ないで、いい子だ。後でチュールでもあげようかな。そして右の鍵をおっぴゃ。分かった、もう読めたよ。右の鍵のところに行ったらこの砲台が落ちてくる。で、左上に何かやっぱりあるんだ。こっちが正解。やめろ。でもね、オンオフするじゃん。この砲台が落ちてくることは絶対間違ってないと思う。だから、オンオフした瞬間すぐ左埋めましょう。砲台のタイミングを見計らう。出た瞬間に左ダッシュ。これで大丈夫。で、これは知ってる知ってる。上から行かなきゃ。ドッスンの左上の時があるじゃん。これ下る時なぜか当たっちゃうんだよな。そして戻る時は罠が変わってるんじゃないのかい。ここは左ダッシュで行ってみようか。こっから左ダッシュ。ダッシュ。それやめて。ちょっとジャンプしなきゃいけないのかな。あのコインのところに向かってジャンプ。これで先に進めるのね。さあ、扉に入っていこうか。なかなか巧みな罠を仕掛けてきてくれるね。で、右には進めそうにない。上もないか。じゃあこのオンオフをします。で、こっからドールチエ&ハナダ。この左のフラワー取ったところでよ、ピンスイッチの場所に行くのか、それともこのまま右の方に行くのか、どっちかだと思う。うーん、オッピー。ははははいや、まだ僕はチャンスがあるよ。このハテナは何だい。フラワー取って右ダッシュ、フラワー取って右ダッシュ、フラワー取ったら右ダッシュ。そしてここはヒップドロップしていいのかい。あのスピンスイッチを踏む以外にないもんな。絶対何か起こるって。何起こる。意外と何も起きないのね。じゃあこのまま僕は進む。こっちは絶対まずいやつだって。なんか身体球みたいなものが見えますけど、これは身体球なんじゃない。バネを避けてあのテレサに当たれっちゅうことか。いや、全然余裕じゃん、そんなの。いけ、いけ、いけ。あ、これは新しいね。あんまり見ないパターンだ。でも知りたい気持ちを食べるだ。じゃあこれどうやって行くんだろうな。なんか裏にバーがあるね。だからこっからこういう風に行け。あ、なるほどね。そしてこの右に行って、ここでヒップドロップしていいのかい。多分この辺に鉄球が飛んでくると思いますよ、と見せかけて右に来る。だから僕は左で逃げるんだ。なんでだ。今完璧の推理だったじゃん。絶対左安全地帯だと思ったんだけどな。じゃあこの場所に行った。何これ。ジャンプするなということですね。ヒップドロップして一番右に追っておく。そして左下に行く前にここに着地しようか。で、この間はなんか腹立つな。
じゃあこの左行くよ。うわ危ない、なんか危ない気がする。ドカンとかありそう。一旦この地下ブロック落としておいて、派手な音叩いてすぐ下に行ってもダメかな。いや大丈夫大丈夫、あの魚は襲ってこれないみたいだね。さあそろそろ中間ポイントがあると思ったけど、あったね。このまま右ダッシュしていけると思う。僕はいけると思うね、頼む。あーやっ、いや何度も挑戦するんだ。なんでそんなの、おかしいギリギリジャンプかけて、なにこれ、すげえ初めて見たんだけど、こんな、あ、だだだ。いや面白いバグは見させてもらいましたよ。まさか右に進むことができないなんてな。じゃあここは貫通はしない。ということはあのフラワーを取る必要がある。一番来なそうだこの場所で待機だ。無理ですけど、このフラワー取るの無理じゃなかった。あんな出方してきても絶対無理だよな。だからこれをすることによって右側に進めますみたいな。そういうわけじゃねえよな。じゃあここどうやって行く。あーなるほどね、バブル出して上に行けっちゅうことか。もう分かったもんね、ここでバブルだけ出す。そして上の氷が溶けたらあの中間ポイントが取れるっちゅうことなんじゃない。あざー、いい加減にしろ。次中間取れなかったら手出るぞ。作者一人一人に手出るぞ。ここは右出しであの中間ポイント次って。みんな僕を殴って、待たなきゃいけないんだろうな、きっとここで。ザコは行かんでる。あのさ、そろそろ大概に取らせない。もうあとがいいって、ここ魚が出てくるんでしょ。分かってる分かってる。そしてこのパンを叩いた瞬間、僕は中間ポイントが取れるんだ。やっとやっと中間ポイント。いや全然いいよ、こっちは中間取ってるもんね。皆さん右の50コインと矢印すごく気にならないですか。あっちの方に行ってみたいと思います。左のドア入ります。これで残すはゴールのみだね。ちゃちゃっとクリアしていきますよと。これ行きやっぱギリギリで取ってみようか。なんかあるんじゃない。あ、なんもないか。てっきりなんかあると思ったんだけど。じゃあこの派手なを叩くことによって僕は空も飛べるはず。罠と出会った奇跡で僕はいつも壊れる。だからずっと空でバグってて欲しい。しょうもね。みんな見て、左下に土管があるでしょ。あれは左をシェイパーしない方がいいだよ。あれは左をシェイパーしない方がいいと見せかけて左をシェイパーした方がいいパターンのやつだ。だからここから左をシェイパー。いけ。だからそれはずるいって。あそこのブロックを通り過ぎた後に左をシェイパーだ。ここか。うぜ。あ、いやちょっと待ってて、スターはまずいって。え、このテレサ全員倒さないよな。頼む、一匹だけは残るから早く、早く来てくれ、スター。ナイスだー。このコースはとりあえずバグに散らかしてるっていうわけじゃなくって、ちゃんとねプレイヤーの行動を考えたバグを使ってきてるからめちゃめちゃ面白いね。さあ今度は花ちゃんに乗って、わー、花ちゃん乗ります。右に行きます。そしてこの上に行くか右下に行くか。右下は怪しすぎる、絶対にこっちで間違いないと思うよ。ドクロリフトにも乗りたくねえよな。このまんま壁キックで行った方が安全だと思うけど、ドクロリフトに一旦乗ってみようか。あ、どっちでもいいんだ別に。優しい優しい。でこのオブブロックは何。いや、なんか変わった、なんか変わった。いや、これヒップドロップして壊せるんじゃない。あ、まあまあいけるよな。でこのハテナ、以上やじゃ。ここが終わればもうゴールは近いはずなんだ。音符を叩く。でこの場所に寄っておく。そしたらパンがモテモテの目線。この場所だ。この場所に寄っておいたらパン様をキャッチできるんじゃない。でキャッチして石エッジにぶつけます。でこの記録は取れないのかな、あの記録を。あ、ここ壁か。てっきり貫通できるやつだと思ってた。じゃあ次はハテナブロックがあるけど、これもうヒップドロップしてみようか。ですぐ右に進んじゃおうか。あ、え、いや、これは上隠しブロックか。ないないない。でここでバブルが出ますよっていう感じで、なかなかいい調子で来てる。でこれはどうしよう。いや、ジャンプしたくねえな。ドクドク言ってる。もうゴールが近いんじゃないの。頼む、僕にゴールを。じゃあね。トロールコースでドクドク言ってるのって大体ね、ゴール前の前兆のような気がするんだよな。じゃあジャンプしてすぐ左に逃げます。
ホラーシーンの声優になれるかもしんない。わらが多いのよ。こんなん絶対避けれるわけないのよ。ジャンプして左、そしてまたすぐ右に行けっちゅうことね。この四角の奥が出た強制天国。はいはい、そろそろ疲れてきたんでガチで集中させてもらいますよっと。あっぷちゃん。そんな簡単に当たるかよバブルなんかにゃ。で上に行けばいいのか下に、あ下のバリを持ってこいっていう感じで。おっでもうそんなことすんだって、何もないのに壊れるとかさ、まあ、ちょいちょいねバグを警戒してる僕にはそんな罠簡単には引っかからないんですよ。さあこのメットをかぶっていけばいいのか。いやこれはすり抜けるやつだ、あの派手なブロック、だから投げればいい。ほらな、だからどうした。ちょっと無言で集中していいですか。無言だったら罠を避けまくるという神プレイを見せたいと思いますよ。せいや、長さ的にここが終わればもうゴールが見えると思うんだけどな。じゃあここのパワーブロックは持たないでいきます。そしてこの四角の枠はごめんね、叩かないよ、絶対にやられる予感しかしないからね。このブロックを叩くことによって何人の人がスッキリしたんだろうな。魚が出てくるのは分かった、だがしかしここはすぐ上を出発していいのかい。これはドア入れるんかな、下行ってみる。あ、下なんかあるよ、こっちが実は正解的だ。え、おい、どうすりゃいいんだろう、鉄球かなんか来ますよみたいな。え、待って、あれテレンだったっけ、テレーサーだったか、ちょっと名前忘れたんだけど、あいつが来るまで待っておけみたいな。お前そんな一個一個来んだって。もうちょっとさ、2、3個飛ばしてこいよ。いや待てよ、このテレサにやられるっていうことが実は違うのかもしんない。みんな賭けをしようぜ、こっから別のルートが開ける、このブロックは壊れて先に進めるようになる、僕はそう読んだね。お前が来るんかい。じゃあタイミングよくドアに入れっていう感じかな、このタイミング。よし、ナイスタイミング。今の神タイミングだと思ったけど、まだゴールないの、絶対ここゴールだと思ったんだけどな。でも、イッキアイプが大量に出てるよ。ってことは、どっかにゴールがあるとみた。うわ、下ねえか。じゃあ、この上が怪しいから、この上行ってみようか。え、この上は行けない。いや、絶対さ、このドカ入ったらまずいパターンじゃ。だから、こっちが正解なんじゃない。ちょ、待って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 、蝶になりたくないですか。どこが正解かわかんねえな。多分、ここまでは合ってると思うんだよね。バックン倒してくれる。で、右の氷は貫通、あ、できないか。じゃあここで一旦上に行きます。で、こっから右を出発すれば。うーわ、今みたいなバグが起きんのね。え、なんだよここは。え、なんか新しい新体験みたいな感じですか。上にテンサがいるだけ。じゃあここ飛ばします。ということですよ、ここで右を出発はしていい。いや、何もしないでいいのか。で、これで右に進めるようになった。なんか今ボムヘバカツ、あーなるほど、それでこっちに行けるっちゅうことか。上には行けない。さあどかに行こう、これでゴールが見えてくる。はてなんてなんだよ、はてなって、これは、え、上は、うわ、全然意味わかんねえ。このさ、バネも出てくるし、どうしようもなかったんだよな。だからこの鍵ドアには入れないと思う。だからこっちの土管で戻るんで合ってるんじゃないの。なんか嫌な音楽流れてる、大丈夫。この上、え、この上に行くしかない。あ、やっぱそうだよな。っていうことはこれもう積んだって感じ。いや、こっからなんか変わってるんじゃない。こんなにたくさんの土管がある。あ、ゴール、いやー、くっそー。何をするんだい、下の土管入れねえしよ。左は、左の土管は入れた。こっから、うーせー。いや、でもまだピンスイッチが鳴ってる。ピンスイッチが鳴ってるから、右、どっち。いや、これマジでワンチャンゴールあるよ、絶対こっからゴールできるパターン。いやいや、違う違う違う、これは C 耐久じゃないと僕は見たね。ここから何か変わってるんじゃないのか。頼む、ほら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 、右に行けるようになってる。さあ早く僕に光を見せてくれ。ちょっと待ってください、中間ポイント戻しとかそういうレベルじゃないやつじゃないの、最初からやり直しっていうパターンなんじゃないの。いやそろそろ終わりにしようや、制作者。僕はもう喉も枯れてしまっているよ。この場所で右を進化すればゴールっていうことは分かってんだ。さあ早くゴールさせろ。え、一旦左か、左手右、よっしゃー。
いやこれはね本当に20人の方が作ったと言っても過言ではないくらい素晴らしいトロールコースでしたね。まあこういう大規模なトロールコースってなかなかないんだけど、また出たらいつか遊びたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。のどかれてんな。